チノワーレが現れましたね。ソニア、保存の無効化には歌う石の力を、イーサ神の力を借りると言っていたな。そんなこと言いましたか？おっしゃいましたよ。歌う石の力を利用するとは言いましたけど、力を借りるとは言っていませんよ。どういうことだ？歌う石、イーサジェムが神と呼ばれる理由は3つあります。コードを紡ぐ際の演算処理能力と、地脈の霊を通じてコードを世界中に至らしめるそのパワー。もう一つは？自我を持っていることです。そりゃそうでしょう、定理を選ぶんだもん。だからこそ厄介なんです。イーサジェムは保存の無効化には賛成しないかもしれません。その時はどうするんだ？これを使いましょう。これは何だ？聖典メリディアスを参考に私が作ったコードストーンです。保存の無効化プログラムをコード化して封じてあります。歌う石、イーサジェムのコアを破壊し、代わりにこれを入れてください。イーサジェムを破壊したら力を借りられないんじゃありませんか？破壊するのはコアだけですから。意味がわからないんだが。イーサジェムはとても巨大です。聖地ノワーレそのものがイーサジェムなんですよ。イマジナルもリアルもイーサジェムのほんのひとかけらに過ぎません。ただ自我を司るのはコアの部分なので、そこを止めてしまえばいいんです。なんだそんな簡単なことでいいんだ。安心なさいましたか？あ、そうだ、イーサの子であるラルクさんにはプログラムのことをもう少しご説明します。申し訳ありませんが、皆さんは席を外してくださいな。私も残るわ。それはダメです。イーサ、なんだか知らないが大した話じゃないだろう。みんな、ブーブーケチケチ。ラルクさん、あなたに隠していたことがあります。なんだよ。保存の毒のみの無効化、それは無限ともいえる変容のパターンから一つの回を演算する気の遠くなるような作業です。でもコアを破壊すればイーサジェムの演算能力は極端に落ちます。おそらく処理が間に合わない。だがあんたはさっきイーサジェムのコアを破壊しろと言ったじゃないか。代わりのコアがありますから。先ほどお渡ししたコードストーンではありませんよ。体内にイーサの因子を持つ者のことです。俺か？ええ、あなたがコアとなって世界中の保存を無効化するのです。もちろん世代が変わるほどの時間がかかるでしょう。あなたはその間新種のように眠り続ける。今を生きる人々とは永遠の別れです。あっ、そんなことを急に言われても。ならよく考えてください。世界の未来に関わることですから。元老院議長には事実をお伝えしてあります。議長はダルクがコアになるのなら未来で目覚めたあなたを受け入れる体制を整えておくとおっしゃいました。あとはあなた次第です。ラルク、お話は済んだの？ああ、なんかイーサの子である俺に迷いがあると計画が失敗するかもしれないらしいんだ。だから悪いけど一度ディアマントに戻ってもいいか？あそこできちんと決心を固めておきたい。決心ってなんだよ。歌う石と向き合うための決心っていうか、
決意か。いいんじゃない、聖地が消えそうな気配はないし。オッケー、ブレイブセシル号ならひとっ飛びだよ。ラルク、おふくろ、少し休ませてくれ。少し一人になりたいんだ。みんな適当に休んでてくれ。ええ、あなたがコアとなって世界中の保存を無効化するのです。もちろん世代が変わるほどの時間がかかるでしょう。あなたはその間新種のように眠り続ける。今を生きる人々とは永遠の別れです。あなたにその道が選べますか？ラルク、ちょっといいかしら。おふくろ？ああ、いいけど。ラルク、ずいぶん疲れた顔をしてるわ。大丈夫？俺は平気だよ。ニコルとアデールのこと聞いたわ。ラルク、泣きたいときは泣きなさい。二人はあなたにとって大切な友達だったんだから。おふくろ。そうして自分の中でけじめをつけたら、今度は二人に恥じない生き方をなさい。それが生き残った者の役目です。もしもその生き方をすることで俺とおふくろが二度と会えなくなるとしたら。あなたが信じる道ならお母さんは止めないわ。あの人もレックスもそうして生きたんですもの。おふくろは強えな。そうよ、母親は世界で一番強いの。だからラルク、あなたは私のことなんて気にせず精一杯あなたらしく生きなさい。ああ、そうそう、リフィアがとても心配していたわ。声をかけてあげてね。こんなところにいたのか。ラルク、もう平気なの？あ、悪かったな、心配かけて。うん。何をしてたんだ？海を見ていたの。保存の結晶化はここまでたどり着かなかったのね。そうみたいだな。きっとアルスがリアル主人を倒してくれたからね。倒したっつうか、あれ宝石みたいなもんだろ。どっちかっつうと壊したじゃないか。そうね、そうかもしれない。にしても変な話だな、神の正体が歌う石だなんて。昔の人は寂しかったのかしら。はあ？寂しいから神様を作ったのかなと思ったの。考えることに疲れたからじゃないか。何もかも面倒になったから石なんかに未来を押し付けたんだ。ラルクは神様が嫌いなの？そうだな、自分の未来は自分で決めたい。私はちょっとかわいそうだなって思う。そう、良かれと思ってやっていることは人を苦しめている。私みたいだなって。リフィア、私何も知らずに大勢の人を苦しめてしまった。ラルク、あなたのことも。もういいよ、それは何度も聞いた。
みんなを苦しめてしまったのに、私幸せだなって思ってしまうの。幸せ？どうして？あなたに出会えたから。私あなたが好き。イーサの子だから。ラルクだから。言っちゃった。あのいいの、返事はいいの、言いたかっただけ。さあラルク、そろそろみんなを集めましょう。な、いよいよ聖地ノワールに行くのだな。イーサ神とやらとご対面ってわけね。相手が言うことを聞かないならこの正義の拳で聞かせちゃうもんね。ミニマムレディ、そういう暴力ばっかり振るってると勇者じゃなくて魔王になるぜ。これが最後の戦いになるわよね。最後の戦いにするんだ。みんなついてきてくれるか。乗りかかった船だしね。最後まで共に行こう。よし、なら聖地ノワールへ行こう。